三年ばかり以前、この同じマリー・ロジェがパレロワイヤールのルブラン氏の香水店から姿を消して、今回のと大変よく似た騒ぎを起こしたことがある。しかし一週間経つと、彼女はいつもよりは少し青ざめていたが、他は前と同じ様子で自分の売り台に再び現れた。ルブラン氏や彼女の母は、 彼女はただ田舎の友達のところへ遊びに行っていたのだと言い、事件はすぐに収まってしまった。今回の失踪も同じ気まぐれであり、一週間か一ヶ月も経てば、また帰ってくるだろうと思われるものである。夕刊新聞、6月23日月曜日。昨日の一夕刊新聞は、 ロジェ城の以前の不可解な失踪について語っている。彼女がルブラン氏の香水店にいなかった一週間、ある有名な宝刀者の若い海軍士官と一緒にいたのは周知のことである。そこへ喧嘩が起こって、彼女が家へ帰ったものと想像されている。目下パリに在勤しているこの四季間の名を我々は知っているが、 明白な理由からそれを公表することを差し控える。ル・メルキュール氏、6月24日火曜日朝刊。一昨日、当氏の付近で最も凶悪なる暴行が行われた。夕暮れ頃、妻と娘とを連れた一人の紳士が、セーヌ川の岸近くをブラブラとあちこち、 ボートをこぎまわっていた六人の若者を雇って川を渡った。対岸へ着くと三人は上がり、ボートが見えなくなるくらいまで行ってから、娘はパラソルをボートの中に置き忘れてきたことに気がついた。彼女はそれを取りに引き返して、その一段のものに捕らえられ、川の中へ連れて行かれて、猿ツ輪をはめられ、 ひどい暴行を受け、ついに彼女がはじめ両親と共にボートに乗った地点に近い川岸にあげられたのである。悪漢らは目下のところ逃亡しているが、警察では彼らを追跡中であり、その中の誰かは間もなく捕らえられるであろう。朝官新聞、6月25日。我が社は、 最近の強行の罪を無念に負わせようとする目的の投書を一日受け取った。しかし、同志は尋問によって十分に無罪であることが証明されているのであるし、この投書家たちの議論は熱心なだけで感慨深いものでないと思われるから、これらは公表しない方が良いと考える。長官新聞。 6月28日。我が社は力を込めて書かれた数通の投書を受け取ったが、それはそれぞれ別の出どころから出たものらしく、かの不運なマリー・ロジェーが日曜日に死の均衡を横行する無数の部来館の群れの一つの犠牲となったことを確かめるのに役立つものである。我が社の意見も断然、 この推測に賛成するものである。我が社は今後努めてこの説のために紙面を削くであろう。夕刊新聞、六月三十一日火曜日。月曜日に税関付きの荷上げ船の船風の一人が、セーヌ川を流れる一隻の空ボートを見つけた。ホアボートの底に置いてあった。 先府はそのボートを橋気事務所のところまで引いていった。ところがその翌朝、事務所の役人の誰も知らないうちに、そこから持ち去られていた。その火事は、現在橋気事務所にある。ラ・ディリジャンス氏。6月26日木曜日。こういった色々の抜き書きを読んだとき、 私にはそれが皆無関係に見えたばかりでなく、その中のどれ一つもこの事件と関係をつけられそうな方法がわからなかった。私はデュパンが何か説明してくれるのを待っていた。この抜き書きの第一のものと第二のものとは、と彼は言った。今詳しく話しているつもりはない。 僕がこれを写し取ったのは、主として警察のひどい怠慢ぶりを君に示すためなんだ。相関の話から察するところでは、警察は、ここに行ってある海軍士官を調べることは、まるでやっていないね。だが、マリーの最初の失踪と二度目の失踪との間に、何も想像し得る関係がないなんてのは、 馬鹿げた言い分に過ぎないよ。最初の駆け落ちが恋人同士の喧嘩に終わり、裏切られた方が家へ帰ったものとしてみようじゃないか。すると、二度目の駆け落ちは、もしもう一度駆け落ちをしたものとわかるならだよ。別の男が新しく持ちかけた結果とするよりも、前に裏切った男がまた言い出したものと考えられるね。 新しいジョージが始まったとするよりも、前のジョージがよりを戻したものとみなされるね。前にマリーと駆け落ちしたことのある男が、また駆け落ちしようと言い出すのは、一人の男に駆け落ちを申し込まれたことのある彼女が、別の男に申し込まれるのと比べると、その可能性は1に対する10だよ。それから、 ここで君に注意してもらいたいのは、最初の確かにわかっている駆け落ちと、二度目の家庭の駆け落ちとの間の月日は、我が国の軍艦が巡洋航海をする普通の期間より2、二三ヶ月多いだけだという事実だ。マリーの恋人は、海へ行かなければならないために、最初の凶行を妨げられ、帰ってくるとすぐ、 まだやり遂げられなかった。あるいは彼の手ではまだやり遂げられなかった卑劣な企みをもう一度やろうとしたのではないだろうか。こういったことについてはみんな、我々はちっとも知ってはいないのだ。しかし、君は二度目の場合には想像されているような駆け落ちはしなかったというかもしれない。確かにしなかった。が、 その計画が失敗したのだと言えないだろうか。サントゥースタッシュとボーベイトの他には世間に認められた公然たる劣気としたマリーの求婚者を我々は知らない。他の者のについては何の話もない。とすると、親戚の者のが少なくともその大部分のものが少しも知らない。 それでいて、日曜日の朝、マリーがあった秘密の恋人というのは誰だろうか。その男は、マリーが辺りが暗くなってしまうまで、ルール関門の寂しい森の中に一緒にいることを厭わぬくらい、彼女に深く信頼されているのだ。少なくとも親戚の大部分の者の,の知らない、その秘密の恋人というのは、 一体誰だろうそれから、ロジェ夫人がマリーの出かけた朝、もう二度とマリーには会えないかもしれない、といったあの妙な予言は何を意味するだろうか。だが、もしロジェ夫人が駆け落ちの計画を内々知っていたと想像することができないとしても、 少なくもあの娘がそういう計画を抱いていたものと推定されないだろうか。家を出るときに彼女はデドゥローム街のおばのところへ行くのだと知らせたし、サントゥースタッシュに夕方迎えに来るように頼んだという。そこでちょっと見ると、この事実は僕の意見とひどく食い違っている。が、よく考えてみようじゃないか。 彼女が確かに誰かに会い、その男と一緒に川を渡って、午後の三時になってからルール関門に着いたということは知れているんだぜ。しかし、彼女はこの男と一緒に行くことを、母親が知っているかいないか、またどんな目的でだかそれは知らないが、承諾した時に、自分が家を出る時に行き先を行っておいたということや、 自分の婚約者のサントゥースタッシュが約束の時刻にデドゥローム街へ迎えに行って彼女がそこにいないことを知ったとき、それからまたこの驚くべき知らせを持って下宿へ戻ってきて彼女がやっぱりまだ家へ帰ってきていないことがわかったときに彼が心の中でどんなにかびっくりしたり疑ったりするだろうということを考えていたに違いない。 そういうことはきっと考えていたに違いない。サントゥースタッシュの反問やみんなのものの嫌疑を彼女は予想していたに違いない。こんな嫌疑を犯してまで帰ってこようと彼女が思うはずがないね。けれども、初めから彼女に帰ってくるつもりがなかったものと推定すれば嫌疑などは 彼女にとっては何でもないことになってしまうわけだ。我々は彼女がこんな風に考えたと想像できる。私は駆け落ちの目的で、あるいは自分だけしか知らないある他の目的で、ある人と会うことになっている。それには邪魔をされる機会のないようにしておかなければならない。 追ってを逃れるに十分なだけの時間がなければならない。私はデドゥローム街のおばさんを訪ねて、一日中過ごすということに話しておこう。サントゥースタッシュに暗くなるまで迎えに来ないように言っておこう。そうすれば、疑われもせず、心配もされずに、できるだけ長い間留守にしても大丈夫だし。 他のどんな方法よりも時間がたくさんできるだろう。もし私がサントゥースタッシュに夕方迎えに来るように頼んでおけば、あの人はきっとそれより早く来はしないだろう。けれど、もし私が迎えに来てもらうことを丸っきり頼まなければ、みんなは私がもっと早く帰るものと思って、 帰ってこないとそれだけ早く心配するだろうから、私の逃げる時間が少なくなるだろう。ところで、私がともかく帰ってくるつもりなら、ただ例の人と散歩するだけの目論みなら、サントゥースタッシュに迎えに来るように頼むなんてことは利口なことじゃない。迎えに来ればあの人は、 私が騙したことに気がつくに決まっているから。自分の行き先を知らせないで家を出て、暗くならないうちに戻り、それからデドローム街のおばさんのところへ行っていたといえば、その騙したなんてことは、あの人にはいつまでも知らせないでおけることなのだ。けれども、私は二度と帰らないつもりだから、もしかすると、 何週間か帰らないつもりだから、またはあることをうまく隠せるようになるまでは帰らないつもりだから、時間をこさえることだけが私の気を使わなければならないことだ、という風うにね、この痛ましい事件についての最も普通の意見が、あの娘がブライカンの一団の犠牲になったというのであるし、 また最初からそうであったということは、君の覚書で君にはわかっていることだね。ところで、この世間一般の意見なるものは、ある条件のもとでは、必ずしも無視してはならんものだ。それが一人でに生じた場合、厳密に自発的に現れてきた場合には、我々はそれを天才の特質である。 あの直角に類似したものとみなすべきだよ。百のうち九十九までは、僕はその断定に従うね。だが、それには暗示の跡が少しもないことが大事なんだ。その意見は厳重に公衆自身のものでなければならない。そしてこの区別を認知して主張するのは、しばしば極めて難しいことなのだ。 今の場合では、悪巻弾だとするこのセロンなるものには、僕の抜き書きの三番目のものに書いてある、冒険的な事件が付け加えられているように、僕には思われるね。パリ全死は、若い、美しい、評判の娘、マリーの死体が発見されたのに大騒ぎをしている。この死体は、暴行を加えられた跡があって、 川に浮かんでいるのが見つかったのだ。ところが、その娘が殺されたと想像されているちょうどその時に、あるいはちょうどその頃に、その死者の受けたのほど程度はひどくないが、似たような性質の暴行を、若いごろつきどもの一団が、別の若い婦人に加えた、ということがわかるようになった。とすると、 すでにわかっている一つの教皇が、他のまだわかっていない教皇についての、世間一般の判断に影響を与えるのは、驚くべきことだろうかね。世間がどう判断したらいいかという検討を待っているところへ、このはっきりわかった暴行事件が、実に折りよくそれを与えてくれたように思われたのさ。 マリーも川の中で見つかったんだし、その同じ川ではっきり分かった暴行が行われたのだ。この二つの出来事は非常に明白なつながりを持っているので、世人がそれを認め、それを捉えないということこそ、本当に不思議というものだろう。ところが、事実は一方の教皇がそういう風うに行われたということは、 むしろ、それとほとんど同時に起こった、もう一つの方の教行が、そういう風に行われたのではないということの証拠なんだよ。もし、ごろつきの一団がある場所で非常な悪事を犯している間に、別の似たような一団のものが、同じ死の似通った場所で、同じ事情のもとに、同じ手段と方法で、 きっかり同じ時刻に、ちょうど同じ性質の悪事をやっていたとするなら、それこそ実に奇跡だぜ。しかも、偶発的に暗示されたセロンが我々に信じさせようとしているのは、この驚くべき一連の暗号によってでなくて何であろうか。話を先へ進める前に、ルール関門の茂みの中の、 殺害の現場と想像されている場所のことを考えてみようじゃないか。この茂みは深くはあるが、行動とは非常に近い。その中には、よりかかりと足掛け台とのある腰掛けのような格好をしている三つ四つの大きな石がある。上の石には白いペティコートが発見されたし、次の石には絹のスカーフがあった。 パラソルと手袋とハンケチもそこにあった。ハンケチにはマリー・ロジェという名前がついていた。着物の切れっぱしがあたりの枝にかかっていた。地面は踏み荒らされていたし、やぶは乱されていたし、猛烈な葛藤の行われた形跡が歴然たるものであったということだね。 この茂みの発見されたことを、新聞は大喝采をして迎えたし、誰も彼もみんなこれこそまさに教皇の現場であると想像したが、それにもかかわらず、これには疑っても良い理由が十分にあるということは認めなくちゃならないな。そこが現場であるということは、僕は信ずるかもしれんし、信じないかもしれんが、 とにかく疑う理由は立派にあるのだ。真の現場が、ル・コメル・シエル氏の提言したように、パベ・サン・タンドレ街の付近であるとするなら、犯人どもは今でもパリに住んでいるものとすると、こんな風に世間の注意が鋭敏に正しい方面に向けられたことに、きっと恐怖の念を起こしたに違いない。 そしてある種の気質のものだったら、この注意をまた他へそらすために、何とか骨を折ってみなければならんとすぐに感じたろう。そこで、ルール関門の茂みがとうに疑いがかかっているので、例の品物をある場所へ置くという考えを自然に起こしたのかもしれないね。発見された品物が、あの茂みの中にあったのは、 五六日くらいじゃないということには、ルー・ソレイユ氏はそう想像しているけれど、何も本当の証拠ってありゃしないのだ。それなのに、あれが殺人のあった日曜日から子供たちがそれを見つけた日の午後までの二日間も、誰の注意も引かずにそこに置いてあったはずはない、という状況証拠の方ならたくさんある。 ルー・ソレイユ氏は、前にそのことを書いた初心文の説を受け売りして、これらのものは、皆雨に打たれたために、ひどくかびていて、かびのために粘りついていた。草はその周りに茂り、その上にまで伸びていた。パラソルの絹は丈夫だったが、その糸は一緒にくっついていた。 二重になってひだになっている上の部分は、すっかりかびていて腐り、開くと裂けてしまった、と書いているね。ところで、草がその周りに茂り、その上にまで伸びていたことについては、その事実は、ただ二人の小さい子供の言葉で、従って、その子供の記憶で確かめたものに過ぎないということは明らかだ。 その子供たちは、第三者が見ないうちに、その品物を動かして、家へ持って帰ったんだからね。しかし草なんてものは、ことに、あの人殺しのあった頃のように、暖かくて湿っぽい事故には、ほんの一日のうちに、二三インチも伸びるものだよ。新たに芝を植えたばかりの地面にパラソルを置いても、 一週間も経つうちには、どんどん伸びてゆく草のために、すっかり隠れて見えなくなってしまうかもしれないんだ。それから、ルー・ソレイユ氏の記者が、今引用した短い記事の中に、その言葉を三度も使うほど頑固に言い張っているあのカビのことを言えば、彼は本当にこのカビというものの性質を知らないんだろうか。 あれは24時間以内に発生し、枯死するのを、最も普通の特徴としている多くの菌類の中の一種だということを、彼に教えてやらなければならないんだろうかな。こういうわけだから、あの品物が少なくとも3、4週間あの茂みの中にあったという説を立証するために、実に独特として挙げてあるものは、 その事実の何らかの証拠としては、全くバカバカしいくらい無効なものだ、ということは、我々には一見してわかるよ。また一方では、これらの品物が、例の茂みの中に一週間以上、ある日曜から次の日曜までより長い間、置かれたままになっていた、ということを信ずるのは、とても難しいね。 パリの近郊を少しでも知っているものなら、街外れからよほど遠くまで行かなければ、偏僻な場所を見出すことが非常に難しいことを知っている。パリ近郊の森や林の中には、誰も行ったことのない場所、それどころか人のあまり行かない場所、といったようなものは、ちょっとでも想像されないよ。今、心では、 自然の愛好者でありながら、勤めのために、やむなくこの大主婦の誇りと熱さとの中にいなければならない、という人がだね。誰でもそういう人が、日曜以外の日でも、この町のすぐ近郊の自然の美しい風景の中に、感性に対する自分の渇望を癒そうとしたとするね。すると、一歩でも進むごとに、 だんだん強くなってくる魅力は、どこかのブライカンや飲み騒いでいるグレン隊の声が聞こえたり、姿が目の前に見えたりするために消し飛んでしまうだろう。どんな深い小立ちの中に人目を避けるところを探してみても全く無駄だ。こっちには下下びた連中がうようよしている物影があるし、またこっちには 神聖を汚された神殿があるというわけさ。その散策者は胸を悪くしてまた不快なパリの町へ逃げ帰るだろう。そこはやはりお会いの巣窟にしてもそれほど不調和ではないためにそれほど不快なところじゃないからね。しかし死の近辺が終日にさえこんなに混んでいるとすれば暗息日には どんなにそれがひどいことか。その日には、とりわけ町のごろつきどもは、仕事が休みだったり、または普段の悪事をやる機会がなくなったりして、町の郊外へ集まってくる。田園を愛するなんて気持ちからじゃない。そんなものは心の中では軽蔑しているのだ。社会の拘束と因縁等を免れるためにだよ。 こういう人間は、新鮮な空気や緑の樹木などよりも、田舎の完全な宝珠を望んでいるのだ。そこの腰掛け茶屋や森の墓毛などで、遊び仲間の他には、誰にも見られないで、あらゆる気違いじみたまがいものの陥落にふけるのさ。勝手なことをしたり、ラム酒を飲んだりしてね。 で、例の品物がパリのすぐ付近のどんな茂みの中ででも、ある日曜日から次の日曜日までより長い間、発見されないでいるなどということは、まるで奇跡的とみなすべきだ。ということを僕が繰り返しても、それは冷静な観察家には、誰にでも全くわかりきったことを言っているに過ぎんのだよ。しかし、 教皇の真の現場から注意をそらす目的で、あの品物が茂みの中へ置かれたのだという権威には、その他にも根拠がないわけではない。まず第一に、あの品物の発見された日付に注意してもらいたい。その日付と、僕が新聞紙から抜き書きした五番目のものの日付とを比べてみたまえ。そうすれば、 あれが発見されたのは、夕刊新聞に急ぎの投書が送られたすぐ後だということがわかるだろう。これらの投書はいろいろあるし、いろいろの出どころから出たものらしくはあるが、みんな同一の点に向けられている。つまり、教皇の犯人がグレン隊であり、その現場がルール関門の付近であるということに、 注意を向けさせようとしているのだ。さてここで、もちろん疑わしいのは、この投書の結果か、またその投書によって、公衆の注意が向けられた結果、例の品物が子供たちに見つけられたということではない。が、子供たちがそれ以前に、あの品物を見つけなかったのは、その品物が、 その前には茂みの中になかったからであり、犯人である投章した者自身が、投章した日付の頃になって、あるいはその少し前に、ようやくそこに置いたのではなかろうか、と疑われるし、またそう疑うのはもっともなんだ。この茂みは妙な、とても妙な茂みだ。非常に深く茂っている。 その天然の壁をめぐらした囲いの中には、不思議な石が三つあって、よりかかりと足掛け台とのある腰掛けの形をしている。そしてこの天然の美術に満ちている茂みは、ドリュック夫人の家のすぐ近く、スーロッド以内のところにあるのだ。夫人の子供たちは、王将の樹皮を探しに、この矢部を念入りに調べ回る習慣だった。 で、この子供たちのどちらかが、その日陰の広間に隠れ込んだり、そこの天然の玉座の上に乗っかったりしないで過ぎる日なんて、一日でもありはしない、と賭けをするのは、向こう水な賭け。千に対する一の賭けだろうか。こんな賭けに尻込みするものは、子供だったことのない人間か。 子供の特質を忘れてしまった人間か、どっちかだよ。僕は繰り返して言う。どうしてあの品物が、一日か二日より長い間、この茂みの中に発見されないままでいたか、ということを理解するのは、とても難しい。かつ、そんなわけだから、ルー・ソレイユ氏の独断的な無知にもかかわらず、 あの品物が比較的後になってから、あの場所に置かれたのではなかろうかという疑いには、十分な理由があるんだ、とね。しかも、あれがそんな風に置かれたということを信ずるには、僕が今まで論じたどの理由よりも、もっと有力な他の理由がある。今度は、 どうかあの品物のひどく技巧的な配置の仕方に気をつけてもらいたい。上の石には白いペティコートがあり、次の石には絹のスカーフがあり、その周りにはパラソルと手袋とマリーロジェという名前のついているハンケチとが散らばっていたという。これはまさしく頭のあんまり鋭敏でない人間が、 その品物を自然のままに並べようとして自然にやりそうな配置だね。だがそれは決して本当に自然な配置じゃないよ。むしろあれがみんな地面に落ちていて足で踏みつけてあることを僕は期待するね。あの樹因の狭い範囲の中でペティコートやスカーフが格闘しているたくさんの人間に あちこち振り回されながら、石の上にちゃんと乗っかったままでいるなんてことは、ほとんどありえないことだ。格闘の跡があったし、地面は踏み荒らされ、ヤは乱れていたそうだね。それだのに、ペティコートやスカーフは、まるで棚の上に置いてあるのみたいに置いてあったんだぜ。藪のために先取られた上着の切れは、 幅3インチ、長さ6インチほどであった。一つは上着のヘリで、それは縫ってあった。それらは先取られた切れのように見えた。という。ここでは、ルーソレイユ氏は、不注意にも大変疑わしい文句を用いている。その切れは、ここに書いてある通り、いかにも、先取られた切れのように見えることは見える。 が、わざと手で裂いたようにね。今ここで問題になっているような着物からだって、茨のために切れが先き取られるなんてことは、めったにない出来事だよ。こういう織物は、その性質上、茨や釘に引っかかると、直角に裂けるものだ。茨の刺したところを頂点として、 互いに直角を成して、二つの縦の裂け目に分かれるものだ。が、切れが先取られるということは、ほとんど考えられない。そんなことは僕も知らなかったし、君だってそうだろうそういう織物から切れを先取るためには、ほとんどすべての場合、違った方向に働く二つの別な力がいる。 もし織物に二つのヘリがあれば、例えばそれが半ケチであるとして、それから細長い切れを先取ろうとするのなら、その場合には、またその場合だけだが、一つの力でも間に合うだろう。けれども今の場合では、問題になっているのは、一つのヘリしかない着物なんだ。どこにもヘリのない中ほどから、 キレを咲き取るなななんてのののは、茨の力の奇跡ででければできないことだよ。一本の茨ではとてもそんなことはできない。しかしヘリが一方にあるところでさえも、一本は二つの別々な方向に働き、もう一本は一つの方向に働く二本の茨が必要だろう。しかも、 これはヘリがヘリ縫いをしていないと仮定してのことだ。もしヘリ縫いをしてあるなら、ほとんど問題にもならんさ。このように、キレが単に茨の力によって咲き取られるということには、たくさんの大きな障害があることがわかる。それなのに、我々は一つのキレだけではなくて、多くのキレが、 そんな風に先き取られたと信じろと言われているんだ。そしてこのキレの一つも上着のへりであった。もう一つのキレはスカートの一部分でへりではなかった。ということはつまり着物のへりではなくて真ん中かららのために完全に先き取られたものだということなんだぜ。 こんなことは信じなくても、一向差し支えのないことだね。でも、以上のことはひとまとめにしていっても、あの一つの驚くべき事情に比べれば、まだしも疑うべき根拠のいくらか少ないものだろう。その事情というのは、死体を運び去ることを考えるほどの用心をした犯人どもが、ともかくこの茂みの中へ、 あんな品物を残していったということなんだ。しかし、この茂みが教皇の現場であるということを、僕が否定するつもりなのだと思うなら、君は僕の言うことを正しく理解しているのではない。ここで悪事が行われたのかもしれんし、あるいはそれよりも、ドリュック夫人の家で変わったことが起こったのかもしれん。しかし、事実。 これは大して重要な点ではないのだ。我々は殺害の現場を発見しようとしているのではなくて、その犯人を探し出そうとしているんだからね。僕の今まで論じたことは、随分詳しく論じてはきたが、その目的は、第一にはルー・ソレイユ氏の断言的なせっかちな主張の馬鹿らしさを示すことであったが、 第二には、いや、この方が主なのだが、この殺人が悪感団の仕業であったかどうかという疑いを、一番自然な道筋によって、君にもっと考えてもらうためなんだ。